シタギスメルボルン市電 c 2系電車 C2 型はオーストラリアメルボルンの路面電車であるメルボルン市電に在籍する電車の位置形式フランスの路面電車向けに使用された車両を長期リースの後に購入した経緯を有し導入当初の車体塗装からバンブルビーという愛称で呼ばれることもある二千八年オーストラリアの大都市メルボルンで路面電車を運営するヤラトラムは 路面電車の利用客の増加に伴う輸送力増強を目的に5両の超低床電車を導入することを発表した。これらの車両はメルボルン市電へ向けて新規に製造された車両ではなくフランスのミュールーズに導入されながらも路線規模や需要の関係から余剰となった車両で道路線とやらトラムの双方を運営する公共交通運営会社のトランスデブを介して 長期リースが決定した経緯を持つ。C2 型はフランスの鉄道車両メーカーであるアルストムが展開する路面電車ブランドのシタディスの位置形式で、その中でも5車体連接式のシタディス302に位置付けられる。メルボルンでの使用にあたっては猛暑に対応するため、空調の強化が実施された一方、車体塗装についてはミュールーズトラム時代の黄色をジーロをもとに、 独自の装飾がラッピングで描かれるデザインが採用され、その外見から丸花鉢を意味するバンブルビーという愛称が付けられた。2008年6月の営業運転開始当初は2011年12月までの運行を予定しており、以降はミュールーズへ返却されることになっていたが、メルボルン市電におけるさらなる利用客増加への対応のため2012年に、 ビクトリア州による正式な購入が実施されたことで、2020年現在も五両前車が在籍し、セントキルダ方面へ向かう96号線で使用されている。一方、塗装については、長年の使用による劣化や乗客による破損が相次いだことにより、2014年以降修繕を兼ねて、ヤラトラムの標準塗装への変更が行われているが、 バンブルビーという愛称はそのまま維持されている。C2 系、C 型。ありがとうございます。